皆さんこんにちは、ハーモニカの山口真希です。先日ですね、ブログの方で、ブルースハーモニカでオーバーブローというテクニックを使うと、どの音が出るかというですね、記事を投稿させてもらったんですが、見ていただけたでしょうか。その中でですね、オーバーブローの練習の仕方について、書いてみたんですが、文字だとですね、ちょっと分かりづらいかなと思いましたので、今日はですね、実際にどんな感じでやるのかっていうのをですね、動画で見ていただきたいと思います。まずですね、オーバーブローの音どんな感じかというとですね、例えば4番の穴というのはフクとドスーとレの音が出るんですが、ここで吹いてですね、レのリードを無理やり鳴らすと、だいたいミのフラットぐらいの音が出るんですね。ちょっとそれを聞いてもらいたいと思います。こうですね。今吹いてドからミのフラットぐらいの音がダーラーラーっていう風に出たんですが、これがオーバーブローです。この音ですね。で、このオーバーブローを使うとですね、このブルースハーモニカでもですね、半音階クロマチックスケールがですね、吹くことができるんですね。こんな感じです。オーバーブローによって出せる音についてはですね、ブログの方で、書いてますので、また見てみてください。はい、でこれの練習方法なんですけどね、まずオーバーブローがね、一番やりやすいかなと僕が思うのは、6番の、吹いたらソが出て、吸ったらラが出る6番穴、ここでですね、シのフラット吹いてですね、ラのリードを鳴らすことによってシのフラットぐらいの音が出るんですけど、ここがね、一番やりやすいと思いますので、ここの練習をまずしてみましょう。で、最初にですね、ちょっとね、ベンドがね、自在にやれる人っていうのはオーバーブローがとても、出しやすいんですよね。でですね、ベンドをまずね、やってみてもらいたいと思います。8番のね、ミですね、吹いてベンドするところですね。ここでですね、こんな感じで滑らかに音を下げてみます。大事なのは滑らかに下げるってことですね。これはガクンと下がるようだとダメです。で、途中の音が滑らかに出せるっていうことは、ベンドをね、うまくコントロールできてるっていうことは、口の中の空間もうまくコントロールできてるっていうことなので、オーバーブローもね、やりやすくなるんですね。ミの音で滑らかにベンドをしてですね、音をぐーっとだんだんと下げる、その要領でですね、6番のソの音をベンドするような気持ちでですね、同じように吹き方を変えていってみます。そうするとですね、今みたいにその音がね、一回止まって、だんだんラのリードがこう鳴り出すんですね。その時の音っていうのは、大体シのフラットぐらいの音になります。これ今吹いてるだけなんですね。吹いて、口の中の、吹き方をね、変えてるんですね。ミの8番のミをベンドしてる時の状態にすごく似ています。8番の場合はミがだんだん音が下がっていくんですが、6番の場合はソのリードの音が止まってラが鳴り出すという感じですね。まずはこのオーバーブローの音を出すところまで、ね、一生懸命頑張ってください。で、音が出るようになったら、この音を出したままキープする練習をします。こんな感じですね。で、曲によってはですね、この音を、いきなりポンと出さないといけないこともあるもんですからね、そういう練習もするといいと思います。ベンドもそうなんですけどね、同じ音をキープして、口の中の吹き方とか息のスピードを、一定に保つという練習はとっても効果的ですので、やってみてください。実はですね、僕が今吹いてるこのハーモニカはですね、オーバーブローがやりやすいようにですね、ちょっと調整してあるんですね。で、買ったばかりのハーモニカっていうのはですね、ちょっとやりづらいかもしれません。ちょうどですね、僕がまだ吹いてない、
新品の通気楽器のオリーブがありますので、これでちょっとねオーバーフローしてみたいと思います。先ほどの6番のとこね、これは割とやりやすいですね。5番、4番、結構やりやすいですね。ただですね、ちょっとね音の立ち上がりがですね、まだ上げ身調整してないので、ちょっと時間がかかるですね。音が発音するまでがですね、その辺のね、オーバーブローがしやすい上げ身について、他に動画を上げたいと思いますので、もしね興味ある方はそちらも、見てみてください。ただですね、上げ身はですね気をつけて行わないとですねハーモニカダメにしてしまいますので、必ず自己責任でお願いします。で、お気に入りのハーモニカでねなるべくやらないようにしてください、最初のうちはね。なので、ちょっと壊れてもいいようなハーモニカがあればバッチリです。それ使って、練習してもらえたらと思います。はい、じゃあオーバーブロー頑張って練習してみてください。ではまた。